はい、皆さん、こんにちは。ちでございます。何です？ やっていきましょう 実はこれね、やり直しです。ごめんなさい。でね、伊万里城やめます。えらいことなった。 えらいことなっちゃった。何？伊万里城やめるんだで。もう様々な条件が解除しましょう。様々な条件が勝ち合いました。この伊万里城ね、大友と接してるんですよ、実は。というのも、ここで、この岩屋城と接してるんですよ。で、大友が怒る怒る。で、迎撃してるんですけども、多勢に無勢なので、いや、ここで見る限りはね、何です？ 1 万ぐらいしか兵変わんないんですよ。大友9万3千でしょ？で、島津が7万9千でしょ？変わんないんですけど、あと財政見ましょうか。大友が、大友悪いね。でも、でもね、島津、ないもんね。もっと下か、島津は。一瞬畠山って見た時に、私んとこだと思っちゃった。あら、島津はどこだ？そこまで、これか。島津多いんだ。なんていうの、基本の力って言ったら、大友よりこっちの方がいいんですけど、でもやっぱりね、底力、兵力はもうあっちの方が強いです。それとこれ、ここ、結局ここをね、属国にしてるんで、だからね、これ、同盟結んで竜造寺落とすとかになっちゃうかな。一応、見聞聞いてみましょうか。見聞の許しと。次の目的とすれば、竜造寺家でしょう。敵方の兵力3万に対し、我が兵は8万あるんですけど、大友が黙ってないんですよね。なので、ちょっとやっぱり内政に尽くしましょうか。で、外交できるかな、大友とね。お金いくらかかんの？かっちゃん、かっちゃんいいな。マイナス200か。60ヶ月だから5年経てば 同盟できんですよね。で、そうだ。でも勝ち気とい、もう入れ替えた後か。ごめんなさい。ちょっとここ入れ替えてます。義弘さんと、かっちゃん。入れ替えてますね。ごめんなさい。で、ですから、ちょっと進んでます。全パートよりも。ただ、その後ね、もうとんでもないことになっちゃった。なので、やっぱ大友今敵に回すのは、あれですね。得策じゃないですね。で、もう大友もね、コンピューターはね、めちゃくちゃなんていうの、ねっとりしてるっていうか、伊万里取った後、兵を下げた瞬間に攻めてくるんですよね。下げたら今度、兵が帰っていくの時間かかるんで、その間に攻めてくるっていうね、私はてっきり、大友がお怒りモード入った時に、人吉に来ると思ってたんですよ。人吉か阿方に来ると思ってたんですよ。ところがどっこい、まさか伊万里と繋がってるとは思いませんでした。で、おもろかったのがね、私を迎撃に来た竜造寺と 大友がカッチンコしちゃって戦争状態に入ったのは面白かったですけどね。そんな感じでやっていきたいと思います。タイマー入れるの忘れてた。ちょっとね、録画環境変えたので、
もう時間の感覚、時間の監視がね、自動でしてくれないんで、こんな形になってますね。もうやっぱりしばらくは、富国強兵に努めましょう。軍開発、あ、そうだ。皆さんね、今人不足なんですよね。代官がね、いないんですよ、代官候補が。これもみんな漁師なんでね。なので、あとは、軍開発じゃないわ。もうね、もう私、ボキボキでね、商業発展だね。もうここ、商業がすごく悪いので、100しか上がんないの。え？建設実行中。はぁ。もう何もかもうまくいかないね。100だったらやりません。お金もったいない。ってな感じですね。はい、送りましょう。ルゲン、先導はちょっとやめときましょう。お金がもったいないんでね。人の強化をとりあえず。今このちょうど均衡してるところで、はい、極高増強完成って出ましたね。いや、もうね、ちょっとお金が欲しいで。はい、200来たね。どうぞお任せあれ。お願いします。ちょっとこれ大きいので見よう、しばらくね。もう焼き打ちもいいんだけどね。お金がない。いや、もう富国強兵に努めます。確か先週そうだったと思いますので、先週そう言ってたはずなんですよ。先週というか、だから前のパートまではね。それをね、ちょっと後半に私攻めちゃおうと思って、まあそれ良かったんですけど、この龍造寺をね、落とそうとしてやったらいいんですけど、やっぱり大友と接触するんで、あとあれですね、やっぱ毛利だね。毛利が動いてくんないと。あ、だから毛利と同盟結んぼうか。毛利とも、毛利ともでね、これね、あれなんですよ、援軍っていうことでここを攻めてもらえるんですよ。例えばね、毛利と同盟結んだら、でこの例えば毛利が文字城を落とすでしょ。そうするとこの文字城が島津の領領になるんですよね。それいいのか悪いのかっていう。だってこんなところに島津できても仕方がないもんね、こんな飛び地で。それだったら毛利の方がいいんじゃないのと思うんですけど、なぜかそうなりますね。あ、引き抜きいきましょう。あ、金足んないってさ、金足んないでさ、はい、はい、入ってきた。で、引き抜きね。お聞き入れくだされ、遂行いたします。もう人取ってきて、本当に。代官入った？あ、いや、入ってない。あと、地高足んないとこある？でね、そう。私が病気なんですよ。私がもう、多分寿命なので、で、病気にね、なってってるんで、あと、この人、この忠近さんも病気になるんで、非常に大変になってます。もうね、代官にできる人が、人不足になってますんで、本当に人が欲しい。だから島津で始めると結構大変です。普通に始めると明らかに大友よりは人が多いんですけど、人が取れませんので、だから人事に強い人が少ないんですよね。強烈に人事が強い人がいたら遠方からも人呼べるんですけど、ちょっとそれはできないので、ってなとこですね。本当に気をつけましょう。商業が全然足んないんだね。あ、200ついたからやらそう。取り掛かろうぞ。でね、あ、そうだ。例えば人事で隠居ってできるんですよ。大名が病気、あ、今は病気じゃないね。病気になったりすると弱くなっちゃうんで、こうやって後継者を選択できるんですね。例えばまあこれ長男なんですけど、で、後にできる人は、その、血族、まあ、婿入りでも、婿養子でも大丈夫なんです、大丈夫だと思いますけど、血族しかできないので、この血族がいなかったらゲームオーバーらしいです。
で、例えばこれをやっちゃうと威信下がっちゃうんですよね。しかも官職も持ってたとしても引き継がれると威信が下がるということで、だからこれ寿命でね、亡くなったらもう強制的に威信が下がりますので、その辺も考慮しておかないといけないんですね。いや本当ね、油が乗ったらめちゃくちゃ楽しいんですけど、この乗るまでは大変だね。だから確かこのシナリオもね、大友がおすすめ武将、おすすめ大名だったと思うんですよ。そりゃ大友強いからね、この時は。もう、ね、耳側でしたっけ?あれまで待てないしね。イベントで起きるんだろうけど。ですから今はもう商業発展に、どん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 、お金を増やすために。お任せあれ。しかないよね、もうね。いい人で固めてたらね、商業もね、最高350とか400とかいったと思うんですよ。力こば余ってんだけどね、お金がない。お、引き抜いた。久武さんね。私、久保さんって言っときってましたけどね、久武さんなんですよね。さあ、代官、入れてましょう。はい、組頭、久武さんね。ありがたく。はい。まだまだ足んない。人がね。でもね、引き抜きはね、調略はこっちできるんですけど、流言ね。あ、引き抜きできるわ。いやー、でも普通に行っちゃうとね、労力にも使っちゃうんですよね。これ部下が言ってくれると1で済むんですけどね。だから、なるべく部下が言ってくるのを採用する形がいいと思います。あ、風文来たわ。あ、これ。またこれ読むのか。いや、もう言ったでしょ、取り直しなんで。もう私これ一度読んでんですよ。さあ行きましょう。あ、結構ダメージでかいな。はい、足利幕府最高を大義名分とする織田信長は、今日から敵対勢力を一掃、足利義昭を将軍位に復帰させたと。妨害の喜びぞ。信長だの、貴殿にはどれだけ礼をしても足りぬ。よって貴殿を官僚に封じようと、任じようと思うておると。ありがたき沙汰にございます。されどこの不祥の身には不祥の身には余るお役目にてと。ほう、されば副将軍ではいかにと。それもありがたき沙汰にございます。されどやはり身に余るお役目にてと。この男一体何を望んでおるのだと。ここでこう言った、義昭さんこんなこと言ってんですけどね。拙者は尾張、美濃の安堵と泉をいただければ十分にございます。あ、なんじゃそれしかでえのか、欲がないなと。今だ泉は三好の者どもがいようがよからを切り取り次第とせよと。ありがたき幸せにございます。もとよりそのつもりにございます。それではと。またあれは信長だなと。はっ。しからばこれより貴殿を我が父、幕府の父と呼ばせてもらおう。ほほ、どうじゃこれならことあるまいと。わかり申した。はっ、慎んで頂戴いたします。その日の夜、信長宿所。はまったく今日の者たちはどうしてあまりくどいのだと。それが今日の流儀にございますればと。くだらん、俺を試すつもりか知らんが断っておけば奥ゆかしいとでも言われよというのは、あのね、まず断らないといけないっていう文化があるんですよね、確かね。そこで、はい、わかりましたって言って、お受けしますって言ってしまうと、あ、もう礼儀じゃないと、いうような感じなんですよね。で、そういう謙虚的なところを見せてっていうのが、おそらく流れ的に京都人の流れとしてあるっていうんで、信長がちょっと怒ってんですよ、もうめんどくせえなーってね、そんな感じだと思います。はい。仰せの通りでと。それに俺にとって官僚も副将軍も7価値もない今日の町と光秀、その一つが手に入ったのが最大の収穫よと。だから先ほども言いましたように、その断らないといけないということで断ってんですけども、義昭さん、この男何が望みだってはてなってなってるんで、いや義昭さんもボケ倒しとるなみたいな感じなんですけどね。はい、恐れ入り賜ります。これ不思議ですね、恐れ入り賜りますって言うんですね。いや、恐れ入りますでいいと思うんですけど、さらに丁寧っていう感じなんでしょうかね。あ、でも恐れ入るって丁寧っていうか、あの尊敬じゃなくて謙譲語か。あ、よわかんないね、私国語2だったから。なんかそんなんでしたよね。でまたこれオーダーが強くなっていくんですよ。これまあ京国さん可愛いけどね、
はい、風文。三好家で事件が起きたとかと。さあ、ひーちゃん絡みの事件ですよ。はい、三好長慶の死後、後を継いだ三好義次は、家中の有力者、三好三人衆に主導権を握られ、求心力を低下させていったと。もともと三好家中でも長慶の弟たちと、士族の重鎮太郎三人衆、そして長慶側近の松永久秀らは、それぞれ反目し合っていった。三好家の要であった長慶の死後、義次ではその分裂を抑えきれず、家中の争いはますます激化していった。許しがたい。三人衆目、長慶様亡き後の傍若無人な振る舞い、目に余る。義次様も義次様じゃ、あまりにお気の弱いと。長慶様が亡くなられた際に義次様を、支えると誓ったが、それももはや無理かもしれぬと。もし義次の器が足りなければ、そなたが三好家を担うがよいと。ね、孔明さんにはなれなかったんですね、ひーちゃんね。まあでもね、今のセリフ見るとね、劉備先生があんなことを三国志で言ってましたけど、もう三国志14になったらね、劉備先生はあのね、天下万民法っていう、ね、天下万民法で土地狂ってましたからね、天下万民のためにっていうや何でも解決すると思って無茶なその戦争をかましてましたからね、コンピューターはね、ほんと困ったもんでした。はい、かつて将軍の権力を超越し畿内を治めた長慶様と同じような位置に立とうとしている男が現れたようだ。織田信長、あの男が長慶様と同等の器量を持っているのならば、そちらにつくという手もあるが、こんな時、日頃からくせ者だの悪党だのと罵られていることが役に立つのかもしれぬ。どれ一つ、三人衆と織田信長を相手にお芝居でも打ってみるか。久秀は巧みに三好義次を三人衆から引き剥がして抱え込むと、単身で織田信長へ降伏を持ちかけた。松永久秀にございます、目通りをお許しいただきと。そうか、貴様が久秀か。死刑を奪い大仏を焼き将軍を殺した。なかなかね、面白き男と聞いている。いやー、それはあの濡れ衣なんですけどと。お褒めいただき光栄にございます。されど噂というものはとかく大げさになるものでございまして。ああ、濡れ衣ですよと。なんだ、やっておらんのか、つまらんなと。ふふふ、火のないところに煙は立たずとも申します。どないやねんっていう感じですけどね。どっちやねんって。そうそう、それはともかくこれはお近づきの印にございます。その妨害の喜びって下の人が言うセリフなんですけど、それをここで言うかなと思うんですよ。それは、つくも初なす？つくも神なすか？俺が欲するもの知っていたかと。ほほ、用心深さもあるかと。やはり貴様は面白き男のようだなと。貴様の欲するもの、大和は切り取り次第とする、好きにするがよいと。はい。で、久秀は三好義次の身柄を信長に預けると、自らは信義三条で独立した勢力となり、信長に従属する大名となったということなんで、大名になったんですね。長慶様から託された義次様を三人衆から遠ざけ、身の安全を確保した。これで義理も果たせたというもの。我が計り事が乱世に通ずるかな。はい、これよりは悪名高きこの松永久秀が長慶様の志を継ぎ、信長を利用しやりたいようにやらせてもらう。はははと吹っ切れちゃったんだね。うわー、ごめんなさい、なっちゃいました。おのれ久秀、やはり悪党よ。我らの神輿をまんまと奪っていきよった。とんでもない言い方ですね。神輿って言ってんですね、もうね。自分のこの男の大名を。信長久秀ごとき何するものぞ。機内を治めうるのは我らしかおらぬわ。目に物を見せてくれんと。義次の身柄を奪われた三人衆は激怒し、久秀とそれを受け入れた信長に敵意を燃やすこととなったのであると。はい、長かったねというところで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。